川端です。よろしくお願いします。今回は123,123のように3桁の同じ整数を2つ並べて6桁の整数を作るということですが、ここが同じ3桁の整数っていう意味ですね。で、その時ある整数で必ず割り切れる数になりますよと。で、この素数を全て求めなさいという問題です。この例にある123,123ですが、こことここが同じ数なので、例えばここを x と置きます。そうするとここを x と置くと、もちろんここは x なんですが、この123,123っていう数はどのように表現できるかということですが、これは123,000+123と考えればですね、この123,000のところを 123×1000 という形で表現することできますよね。なのでこの3桁の同じ整数を x と置いたらですね、この数というのはどのように表現できるか、今ここが x になるわけですよね。ということなので x×3 1000、つまり 1000x+x、 これが3桁の同じ整数を x と置いた時の2つ並べてできる6桁の整数というぐらいになります。で、これがある素数で必ず割り切れるってことですが、 1000x+x は 1001x というぐらいになりますよね。で、ここで1001を素因数分解します。1001はね、素数ではありません。まあ、なんで割れるかってことなんですけども、まあ、3とかでは割れません。これ7で割ります。7で割ってみると、71がして 30,74,28,21,73,21 ですね。で、143ですが、これもまだ割れます。まあ、11で割れるんですね。11で割ると、11×11 で、14-11 で3、33だから、11×3 で33。つまり、1001というのはですね、素因数分解すると、7×11×13 なのね。ということで、7×11×13×x なので、まあ、x がね、整数、どんなこの3桁の整数であったとしても、7と11と13で割れる数になりますから、この素数、7、11、13が答えになるということです。わかったかな？ということで、まあ、これね、まあ、文字でやんなくてもですね、具体的な数字で、まあ、何個かやってみればね、あ、これなんか7と11と13で割れるなってことに気づくかもしれませんからね。この3桁の整数を x と置いたら、このように表現できて、1001って数は 7×11×13 でね、素因数分解できるから、この3つが答えになるよと、そういった問題でした。わかったかな？以上で解説終わります。では。